こんにちは、ズイフーさんです。今日はね、小室圭さんの運勢、単独ではね、やってなかったので、もうちょっとね、どんな運勢かっていうことをちょっと確認したかったっていうのもあります。改めてね、やっぱり見ますとね、これからどういう方向性でその行くんだろうかとか、どうなっちゃうんだろうっていうのはね、皆さんの思うところです。本人の適性ということでね、見ていきたいと思います。もうね、これは神様に仕える、もうそういうことにやっぱり携わってほしい運勢だし、そういうところにね、やっぱりこれから、適性を発揮できるということだと思います。弁護士というよりもね、聖職者、になってもらいたいと。ですから、どこかのね、やっぱり神社の宮司をやってもらいたいですよね。で、神に仕える。今ね、管理する人がいなくなっている神社、全国にはたくさんあります。そういったところをね、管理して、祀っていく。せっかくね、これ何かの縁です。ですから、皇室にね、関わりを持ったということはね、そういう仕事っていうね、ことなのかなって、これは個人的なね、意見ですけども、そう思いました。それとね、独立心旺盛な方なんですよね。ですから、その皇室ファミリーにどっぷりっていうんではなくて、時としてはもうね、その皇室離脱みたいなね、もう独自の路線でね、やっていくというね、ことでもいいのかなということはね、思いました。女性天皇 OK で、もしお婿に入る、それはないだろうっていうね、そういう運勢ですので、小室さん家は小室家は小室家で、しっかりそれをね、独立してやっていくということ、だと思います。ですからね、もう個人的にですけどもね、もう今から弁護士の学校を辞めて、國學院大学、皇學館大学入学しなさいと、そこで神様の勉強をしなさいと、これは個人的な意見ですけどね、運勢的にはそんな感じがします。そうするとね、やっぱりこの方のね、能力、そういったものをね、もう存分に発揮できるっていうことだと思います。で、あと一つ特殊性ってことですよね。いや、およろずの神様っていろんな神様いますのでね、もうその特殊性たるや、ね、そこをやっぱり深掘っていくっていうね、そういうことだと思います。で、この方も知性っていうのはもうマニアックな知性ですからね。しかもそのマニアックな知性ってどこに向けられるかっていうと、その人に向けられますんでね、人図鑑みたいなものをね、作ってる人、ね、います。その人に聞けばね、もう誰でもわかる。ね、柔道界でもそう。ね、どこそこそのね、こういう生徒がいますって言うと、それは誰が、ね、教えてて、何道場に通ってて、とかね、そういうこともね、もう全部もう知っている。すごいなってね、時々恐るべきみたいなね、人いますけど、そういう人なんですね。ですから、同じように八百万の神様、全国にたくさんいます。その神様をね、やっぱり祀っていくっていう運勢だと思います。そしてね、優しい方っていうことは出てますし、女子供、すごいソフトな優しいっていうことが出てますんでね、
なおさらそういうお仕事、よろしいんではないかなっていうね、ことは思います。ただね、普通のね、一般サラリーマン、ね、一般社会、出ていくと、往々にしてね、やっぱり、舐められてしまうというね、そういうようなね、傾向がありますので、舐められないためにどうしたらいいの、ね、舐められないっていうのは自分のね、水を得た魚のようにね、活躍できる場所、そこが必要ですと。それが神社なのですよと、ね、教会なのですよ、ね、そういうことですよね。あと独立自営で何かやっていくんですよ。お店なんか開いてもいいですよね、こういう方ってね、うん、独自のやり方でやっていく、ね、ただ普通の企業に勤めるとね、やっぱり、後悔することやね、なんで自分こうなんだろうっていうね、ことは多いと思いますのでね、今回の、金銭事件のことについてもね、やっぱり感じますよね、こういうね、誰か言ってやれよってね、まあ、言ってくれる人いないわけですよね、うん、だからまあ言ってくれる人が周りにたくさんいる人と言ってくれる人がいない人ってやっぱりいて、その言ってあげてないから仕方ないんだよっていう、まあ運勢的には分かりますけどね、例えば菅さんみたいな運勢だったら言ってくれる人たくさんいるんですよね、アドバイスしてくれる人もね、だけど小室さんはいない、ね、というような違いになるわけです、ですからね、これはやっぱり職業の生かし方なんじゃないかなっていうね、ことはもう一回ね、再度見て強く思いました。ですんでね、この優しさね、当たりの、ね、ソフトさ、ね、朗らかさ、これをねやっぱり生かす、ね、それと、まあ、場所ですよね、場所、神様のいる場所、そこに身を置くとね、非常にねよろしいということだと思います。まあまた折りがあれば見ていきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。さよなら。